があると、あの頭がぼーっとして、あの気分が悪くなるので、そのおでこのところにだけあの冷やして、その子供がじゃあそのちょっと気持ちいいっていう状態を作るためにやるんですけど、それって氷じゃなくても別にその水でちょっと冷やしたタオルを頭の上に乗せとけば、あの気化熱で温度は下がるんですよ。でそれで十分なんですけど、でそうじゃない場合っていうのが、真夏の熱帯夜で湿度が 100% 以上の時だけ成立します。基本的にはその扇風機なりとか内輪で叩くとかしてれば、その空気、あの水分が気化して熱が奪われるんですけど、湿度が 100% を超えると、いくらその水を出したり、そのあの水をかけたり風を通したとしても、その気化熱が発生しないんですよ。なのでその、まあ、日本の真夏でその熱帯夜で湿度が 100% を超えている時に限り、あの氷で頭を冷やすというのは必要かもしれないんですけど、あのほとんどそういう状況ないのと、あと湿度 100% で熱帯夜だったらやっぱり危険なんで、さっさと病院行った方がいいと思います。